こんにちは、ビートルズワールドニュースです。今日はリンゴスターの新しい限定版再刻ハードカバーホン、ビーツ＆スレッツのご紹介です。このホリデーシーズン、リンゴスターのファンや音楽とファッションの歴史愛好家への特別な贈り物として、伝説のドラマーであり世界的なアイコンとして愛されるリンゴの新しい限定版再刻ハードカバーホン、ビーツ＆スレッツが。 業界をリードするロックンロールの記念品オークションハウスであるジュリアンズオークションの出版部門によって独占販売されます価格は80ドルですリンゴの最新出版物は70年以上にわたる彼の伝説的なサウンドと粋なファッションの歴史であり歴史的なドラムキットと時代を象徴する衣服に特化した前代未聞のものであるファッションオブビートルと題されたハードカバーの限定本はオンライン限定で各80ドルで販売される リンゴのサージェント・ペッパーのアンサンブルリンゴの輝かしい人生とキャリアの象徴的な瞬間、そして見たこともないような親密な瞬間を捉えた約300枚のきらめく写真と、彼自身の言葉で語られるドラムアイコンの温かい思い出をフィーチャーしたこの本は、ファブ4のメンバーの永続的な影響力と時代を超えたインパクトへの絶大なオマージュであり、ファッションとビートルズの歴史を駆け抜ける切符であり、リンゴの流行を作り出すスレッドが。 なぜ彼のドラムのビートと同じくらい特徴的だったのかに立ち返ることができる。リンゴは著名な歴史家、作家、講演者、ドラマー、ヴィンテージ、ドラムコレクターであるゲイリーやストリッジとのコラボレーションにより、数十年にわたるリサーチに基づく情報と、音楽史に残るこれらの作品の厳選された詳細な写真を含む伝説的なビートルズ時代のドラム、キットを初めて包括的に紹介する。このの本にはドラムの使用書 エイジャックスウェッジウェアなどのドラム制作会社との契約書、音楽活動のスケジュールなど、アーカイブ資料が盛り込まれている。例えば、ビートルズのドロップティーロゴとその生みの親であるエリストークスに関する驚くべき事実が明かされ、世界で最も認知度の高いロゴの一つであるこのロゴを描いたフリーランスの看板画家、コエリストークスの唯一現存する写真も掲載されている。ビンゴのオリジナル、ドラム、キットは9種類です。 1958年、アジャック・スウェッジ・ウェア・ドラム・キット、1960年、プレミア・マホガニ・イギュロ・プラスティック、1963年、ルードビッヒ・ダウンビート・ドラム・キット、1963年、オイスター・ブラック・パール・ルードビッヒ・ジャズ・フェスティバル・スネア・ドラム、リンゴがビートルズでのキャリアを通じて使用したドラムの中で最も重要で活用された楽器の一つとされ、ほとんどのレコーディングで使用されている。1964年 ルードビッヒダウンビートドラムキット1964年ルードビッヒスーパークラシックドラムキット1965年ルードビッヒスーパークラシックキット1967年ルードビッヒスーパークラシックキット1967年,ルー,ーート1967年ルードビッヒシルバースパークルドラムキットまた彼のシンバルやコンサートタムなども紹介されているこの情報の宝庫と並行して リンゴの象徴的な服装でドラムを叩く姿、オフとロード、スタジオと自宅での彼の生活など、まばゆいばかりのイメージでページを埋め尽くしているビートルズのマネージャーであり、父親代わりでもあったブライアン・エクスタイン。彼は、ダグラス・ミリングスとビートルズ・ブーツがデザインしたビートルズの象徴的な黒いスリーピーススーツという初期のモダンルックを作り上げるのに大きく貢献した。その初期の影響から、ハブ4の個性的で最も写真に撮られたスタイル。 例えばリンゴが1968年8月4日にトゥイッケナムフィルムスタジオで撮影された彼らの象徴的なパフォーマンスの撮影時に着用していたグリーンのピンストライプのスリーピースアンサンブルやラベンダー色のシルクのチュニックに装飾を施した特注の「愛こそはすべて」などこれらの写真は数十年の精神とビートルズ現象を捉えているさらにサビルローからキングズロードチェルシーに至るロンドンの名だたるデザイナーから ハングオユーブティックのヒッピー風の花柄シャツや大胆な色のジャケットまで、職人技が光るこれらの服を作ったデザイナーたちによって生み出されたリンゴの忘れがたい唯一無二のスタイルや、1969年のビートルズの神話的なレッド・イット・ビーの撮影のアップルスタジオ屋上でのパフォーマンスで、悪天候から身を守るために当時の妻もオーリーンの赤いビニールレインコートを着ていたリンゴの無遠慮な選択も伝説に拍車をかけている。ゲイリー、スコッティ、 そしてジュリアンの助けを借りて、このアルバムを作ることを楽しんだよとリンゴスターは語った。ジョブン、ゲイリー・アストリッチ、ビートルズが音楽、ファッション、そして文化全般に与えた多大な影響は、今日の細分化されたエンターテインメント環境では想像もできない100年に一度の現象だ。1964年、7歳の時に江戸サリバン賞でビートルズを体験したことは、間違いなく私の人生の軌跡を変えた。 私がどんな人間であったとしてもジョン、ポール、ジョージ、そして間違いなくリンゴの影響は、私を人間として変え、全く違う人生を歩ませた。この本を読んでいる多くの人にも同じことが言えるかもしれない。このページには、何十年にもあたる研究に基づく情報と、これまで知られていなかった視点が含まれている。その多くは、リンゴとの個人的な交流や会話 そしてあまり知られていないビートルズ現象の目撃者に基づいており、その何人かは本書のクレジットで言及されている。りんごが現存するビートルズ時代のドラムのすべてに私が直接アクセスしたことで、何十年もの間残っていた多くの疑問に対する答えが得られると同時に、新たな興味と研究の扉が開かれた。りんごのドラムとファッションにまつわる未公開写真、注目すべき事実、興味深い裏話も多数収録されます。 この本の本収益はロータス財団に寄付されます。ロータス財団は薬物乱用、脳性麻痺、脳腫瘍、癌、虐待を受けた女性とその子供たち、ホームレス問題、困っている動物など、さまざまな分野の社会福祉を促進することを目的とした事前事業に資金を提供し、参加し、促進することを使命としています。そして、ビートスレッズ、ビートルズファッション。 サイン入りクラムシェルエデディシションンビデオもありります。サイン入りクラムシェル限定版でビデオ付き500部限定です。750ドルです。以上、リンゴスターの新しい限定版回顧ハードカバー本、ビーツスレッズのご紹介でした。今日もビートルズワールドニュースをご覧になっていただきありがとうございます。これからもビートルズのメンバーについて最新情報をアップいたしますので、まだチャンネル登録をされていない方は、 この機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。